はい、どうも皆さん、こんにちは、ェずコです。それでは今回なんですけども、J コインペイを始めるなら今、使えるお店はお得なお登録方法を誰でも紹介、キャンペーンを徹底解説ということで、今回は僕の動画で初めて紹介するスマホ決済、その名も J コインペイですね。この J コインペイが今だけちょっとお得なキャンペーンなどを行っていましたので、まあ簡単な使い方の含めてサクッとお伝えしていこうと思います。それで行ってみましょう まあ、そもそもですね、この J コインペイって何ぞやということなんですけども、一応公式ページからこちらを引っ張ってきました。じゃんということで、送金も支払いもスマホで簡単すべて無料ということで出ております。まあ、本当にただのまあ、スマホ決済となってるんですけども、一応ですね、元々のその提供するところが、水保銀行が提供するスマホ決済となっております。 まあ本当にね、今イラストにも出てるように、送る、送ってもらう、支払うであったりとか、もう使い方はめちゃくちゃシンプルとなっております。で、まあ一つまあ類似するアプリであれば、無料送金アプリのプリンにちょっと近いかなと思います。まあ講座勉強して資金移動ができたりとか、そして送金もできたりという感じでちょっとプリンにも近いとも言われております。 で、この J コインペイなんですけども、そもそもどこで使えるのかというところですね。まあこちらもですね、公式ページからそのまま引っ張ってきたんですけども、じゃんということで、まあざっと一覧としてこんな感じとなっております。まあ僕自身がたまに利用するお店であれば、今青く囲っているところで、まあミニストップであったりとか、松、ま、屋、あ、とか、まあダイレックスっていうディスコアントスターであったりとか、あとはゲオとかですかね。他にもですね、こちらもあります。 ビッグカメラであったりとか、ヤマダ電機。で、ドラッグストアであれば、ここからファインとか、あとコンビニで言うとファミリーマートでも利用することができます。で、こちら僕が住んでる地域にはないんですけども、あの有名なウェルシア薬局とかでも使えるということですね。で、他にもですね、使える場所に関しては、アプリにマップ機能が備わっているので、そこから位置情報から J コインピーが使えるお店をすぐに確認することも可能となっております。 で、今回の本題にもなってくるんですけども、今回のこの J コインペイの今だけお得なキャンペーンということで、こちらをお伝えしようと思います。で、今回ですね、大きく書て2つあるんですけども、お得な登録までの流れということで、この2つをクリアすることで、この J コインペイをお得に利用することができます。 まず一つ目なんですけども、モッピー経由で J コインペインストール100ポイントということですね。まあ、モッピーというのはですね、よく僕の動画でも紹介しているポイントサイトというものになっているんですけども、そのポイントサイトを経由することで、J コインペイのアプリをインストールすることによって、100円分のポイント、モッピーのポイントがもらうことができます。 で、そこからインストールした後に今回の J コインペンのキャンペーンですね。J コインペンの招待コードを入力することによって200円もらうことができます。一応ですね、200円からって書いてるのは後ほどわかるので、ここもお伝えします。 でですね、この J コインペイのキャンペーンなんですけども、それがこちらですね。J コインペイの友達でも家族でも誰でも紹介キャンペーンというものですね。こちらが現在開催中でございます。開催の期間に関しましては、2020年の6月の13日から8月の20日までとなっております。まあ、ちょっとまあ2ヶ月ぐらいのキャンペーンとなっていますが、まあ、今のタイミングで始めるのもいいんじゃないかなと思います。 で、この誰でも紹介キャンペーンなんですけども、まあちょっとイラストも引っ張っていきまして、まあ簡単にこちらもお伝えしようと思うんですが、まずですね、今出てるに、丸1番 A 子さんと、そして2番の B おさんがいら、いるとします。 で、まずこの A 子さんなんですけども、すでに J コインペの会員登録や講座連携が完了してる場合ですね。A 子さんは B おさんに向けてこの招待コードっていうのを発行します。今回この招待コード、LINE とかでも送ることができます。で、B おさんは招待コードを A 子さんから受け取って、その後に J コインペの会員登録であったりとか、あと講座連携を実施することによって、そうすることによって招待した A 子さんは500円。 そして招待された BO さんには200円がもらうことができます。しかもこの金額ですね、普通のお金としてもらうことができて、なおかつ即時反映されるというものになっております。これいいですよね。 で、ちなみに、この紹介なんですけども、最大20名まで紹介可能となっておりまして、最大で1万円までとなっております。なのでね、ご友人、ご家族などを誘うには全然いいのかなと思います。で、早速ですね、まあ、インストールから講座登録までということで、紹介しようと思うんですけども、まあ、先ほどのお得な登録までの流れ、簡単におさらいしたいと思うんですが、先ほどのモッピー経由で J コインペのインストール100ポイントということで、まずここからお伝えします。まずですね、ポイントサイトのモッピーを開いてい いいただだききままましててて、ま、登録されてない方は下の概要欄にリンク貼っておきますで、この開いた状態で、まあもちろん検索から J コインペイと言って検索してもいいんですけども、今だとモッピーのもう開いた時にすぐにこの部分にですね、J コインペイの、まあ、ピンクの部分が出てくるので、この部分をタップします。そしたらですね、ご覧のような J コインペイとモッピーのキャンペーンの画面が出てきますので、この画面を下がっていただくと、 今ならも PK のアプリダウンロードでポイントゲットということで、下にもですね、100ポイントと出ております。で、ここのですね、まずインストールするためには詳しくはこちらというところをタップしまして、そうすると画面が切り替わりまして、インストール完了後、初回起動で100ポイントゲットということで、ここのポイントゲットをタップします。 そしたらですね、僕の場合 iPhone ですので、App Store の画面が出てきます。もちろん Android の場合はですね、Play Store からインストールしてみてください。で、僕はインストール完了したので、上の部分が開くという風に出ております。これでインストールが完了ということですね。これが丸一番のモッピー系で J コインペインストール100ポイントについてでした。次、二つ目ですね、J コインペイ招待コード入力200円からということで、早速ですね、もうインストールしたばかりの J コインペイをですね、開いていただいて、 真ん中上の方を見ていただくとわかるように、僕はまだ全然ジェイコインペ使ってなかったので、残高0円のままとなっております。 でですね、まずこの招待コードをもらった方の場合なんですけども、右上の3本線のところをですね、タップしていただいたら、ご覧のようなメニューが出てきます。で、まずは先ほどお伝えしたように、講座の登録が必要となってますので、金融機関口座の登録をタップします。そして金融機関口座のところで、口座の登録というのが上にあるので、ここをタップします。ここで金融機関選択ということで、まあもともとですね、水穂銀行が提供するスマホ決済アプリなので、もちろん一番上には水穂銀行があります。他にもですね、 ね、預業から野業までそれぞれ銀行口座あるんですけども、ま今のところですね、ちょっとした地方銀行とかは対応してるんですけども、それ以外のところはまだ対応しきれてないところもあるんですが、もしここでご自身が該当する口座をお持ちであればぜひ登録してみてください。まだ対応しきれてない銀行口座もありますのでここお気を付けください。ま僕はみずほ銀行持ってますのでみずほ銀行のところタップしていただいて。 そしたら、みずほ銀行の登録の画面が出てきまして、下の次へというところをタップします。で、支店名とか口座番号を入力して、下の次へをタップして、で、まあ、もろもろの入力した後に、みずほ銀行が一番上に入っているのがわかると思います。 これでまずは講座の連携が完了ということですね。でですね、次なんですけども、また J コインペイの最初の画面に戻っていただきましたら、まあ、先ほどもお伝えしたように、この0円のところを覚えていただきたいんですけども、その状態で右側の3本線をですね、タップしていただきまして、また再度先ほどの同じようなメニュー画面が出てきます。で、画面をですね、下に下がっていただきましたら、今回のキャンペーンでもございます、友達招待キャンペーンというところの項目があるので、ここをタップします。で、そしたら今回今お伝えしているキャンペーンのページが出てくる んですけどもこの画面をですね下がっていただきまして招待コードを登録するというところがございますここをタップしますそうするとコード登録の画面が出てきますのでここでもらった招待コードを入力しますまあ、例えば僕の招待コードを入力していただく場合は 大文字の PJE で小文字の S で大文字の S そして小文字の J というものを入力していただいてそして下のコードを登録というところをタップしたらですねそうするとですねこのトップページ見ていただいたらわかるようにご覧のように200円がすぐに反映されるということになりますなのでですねまあ200円タダでもらえるので、まあ、ちょっとこの流れ的にはモッピーを経由してそして J コインペのインストールから口座登録までというまあいろいろ流れはあるんですけどもまあタダでもらえるならサクッと入れちゃうのも全然いいのか かなと思いますまあそんなこんなで今回は J コインペイの今だけお得な登録方法について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあねこのモッピーで100円もらえてそしてなおかつ J コインペイで200円ただでもらえるでなおかつね これをご友人やご家族に紹介すれば、さらに500円とかもらえたりするので、まあ、このタイミングでジェンコインペを始めてみるのもいいんじゃないかなと思います。以上ですね、まだモッピー登録されてない方は、下の概要欄に登録のリンク、そしてジェンコインペイの招待コード、僕ので良ければ下の概要欄に貼っていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ま、今日はですね、まあ、コンビニのローソンをちょっと一部ピックアップさせていただいたんですけども、僕も以前ちょっと動画にもさせていただいたんですが、7月からですね、レジ袋有料化に向けて、まあ、セルフレジ限定のキャンペーンっていうのが、ローソンがですね、今日発表しておりました。それがこちらなんですけども、セルフレジ利用時限定2%分のポイントバックということですね。これですね、セルフレジ限定になるんですよね。これ、お会計ごとの購入金額の2%ということですので、まあ、もしね、D ポイントカードもしくはポイント ポンタカードをお持ちの方であれば、まあ、これはセルフレージを優先して2%を取り行くのはありなんじゃないかなと思います。期間は7月1日から8月31日までですので、まあ、結構ね、意外とこの2%って結構大きいとは僕は思うので、もしローソン行かれる際、7月から8月の間にローソンを利用される方は、まあ、ご自身のバッグ、そしてポイントカードをですね、忘れず使うのがいいんじゃないかなと思います。ということで、ありがとうございました。